ホテル日光メキシコは、メキシコのメキシコシティにあったホテル、ジャルホテルズの一つであった。2012年5月19日に名称を、ハイアットリージェンシーメキシコシティに変更した。1987年11月に開業した。開業当時メキシコの大統領であった、ミゲルデラ・マドリンウルタードのファミリー企業が51%出資したため、開業パーティーには、 大統領本人が主品として出席し、開業を宣言した。メキシコシティ中心部の高級住宅街、ポランコに隣接するチャプルテペック公園の一角に一致する。周囲を公園と住宅街に囲まれていることから、周囲に高いビルが少ないこともあり、中層街以上では、ほとんどの客室からメキシコシティを一望することができる。これらのことから、開業当時より、 メキシコシティを代表する高級ホテルの一つとして、君臨している。日本航空系のホテルということもあり、館内には和食や鉄板焼きレストランがあるほか、日本人スタッフも多く、日本語によるサービスも充実している。さらに、諸外国の大使館も立ち並び、日本企業の駐在員も多く在住する治安の良い地域にあることから、多くの日本人、ビジネス客や、 観光客が利用するほか、日本航空がメキシコシティに乗り入れていた際には、同社のパイロットや客室乗務員も利用していた。ほか、ありがとうございます。